はい、高級石焼き芋さん、はい、いつも動画ありがとうございます。今回ですね、本当に守るべき人というテーマだったんですけども、これはね、本当にその通りなんですけども、私が考えている結論としてはすごくシンプルで、人に期待しすぎということなんですよね。これが結論です。例えば堀江さんが何かやってくれればいいのに、立花さんが何かやってくれればいいのに、なんかね、その無敵のヒーローが自分の損得抜きに自分たちの損を救ってくれるっていう風に多くの方が考えちゃうんですよ。で、弱者を救済しなければならないとか、ハンディキャップを負っている人をね、なんとかしたい、弱いものとか、それから攻撃されている人を助けたいって思うのは多分誰でも一緒だと思うんですよ。ただやっぱりそれに対して自分以外の人に期待して自分が何もしないのであれば、いじめを見て見ぬふりするクラスメートと同じなのかなっていう風にね、考えるところもあるんですよ。さあ、そうなんですよ。問題にぶち当たった時、怒りに打ち震えた時、そして困った人を目の前にした時に、その感情に対して自分は何ができるだろうって考えた時にね、どうなんだろうなと。そこで思ってるだけで何もしない、何もできないことを言い訳に他者に期待して、結局自分は見てるだけなら、それはですね、やっぱりこうかわいそうな人を作っている方に加担しているんではなかろうかと思ってしまうんですよね。そこでですよ、じゃあお前何ができるんだと私聞かれた時には、私は家族を守る、自分の人生を守る、そういうことをまず最低限することと、あとはね、お金を稼ぐってことに関しましては、私は一日の長が あると思うんですよ。やっぱりそれは得意分野だと思うんですよね。ですんで、一人でも多くの人が稼げるの方法を提供していきたい、提案していきたいと思います。あとはですね、人を救うためにまず自分が稼いで、自分の自由とか強さとか自信を構築するんだっていう、本当にそう思う人に対しては徹底的に私のできる限り協力したいと思うんですが、残念ながらそういう人は滅多に現れないということなんですよね。はい、そうなんですよ。思いはあるけど行動しない、これが全てなのかなと思います。そこ行くとですね、やっぱりね、やり方は間違っていましたけども、やっぱり暴力的にどうこうってところありましたけども、そういうふうなね、お役座さんとか任侠道っていう人は、もしかしたら、私たちが期待する前に、私たちの期待する以上のことをやってくださった方たちだったんではないかなと思うんですよね。まあそれがいつかね、形を変えて社会が変わり、どん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 不必要な存在となって、だんだんとね、今ちょっとこう瀬戸際になっているのかなというところを感じますけども、社会的に見ると、もしかしたら表の世界ではね、不要な存在と言われるのかもしれませんが、もしかしたらさらに強大な悪が立ちはだかった時に、はびこった時にですね、毒を制するではないですけども、それに立ち向かっていただけるのは、法律を無視して自分たちの島根性がある任侠道だったのかなとも思ってしまうんですよね。さあ、ここはですね、簡単に答えの出ないところなんですよね。ただ私はそういうふうな難しいことや裏稼業のこととかは あまりね、分かりません。私が言えるのは、少なくとも自分が自分一人の身に責任を持って力強く生きていくこと、これをみんなができれば、特に人の助けは必要としないような日本国民ができるんではないかなと思うんですけどね。まあそうは言ってもね、やっぱりいろんな状況で精神を病んでしまったりとか、体力的に衰えてしまう人がいるのは、もうこれもね、現実仕方ないのかなと思います。ただ世の中を見ると、今どん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 ね、アメリカファーストに始まって、フィリピンファーストになって、自国を守るのが一番になってきました。自国を守るためなら不利な条件を他国に押し付けるというね、それが世界的な今ムーブメントですよ。自らを守るためなら他の犠牲は厭わない、そういうふうになってきてるんではないかなと思います。その時に私たちはですね、我が国を守るために、我が家族を守るために、我が身を守るために、どんな力があるのかなと思うばかりでございます。本日は以上です。